さあ、来ましたね。プラハです。ウェルカムトゥプラハ。イエーイ、来た来た。え、待って、ここ見たことある。え、動画で視聴者じゃんさあ、我々は、はい、ついにプラハに到着。見て、めちゃくちゃ美少女到着しました。やったね。到着到着。チェッコ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 。まずはインターネットに接続させてください。ノーインターネットいいでしょう。いくらになってるんですか。そうなんです。僕はヨーロッパに、ちょっとSIMカード買おうか今日。いやでも俺は買う。俺は買わない。なぜならトーナメント中はずっとホテルの中と歌詞の中に行き来するから、多分ブタペストほどは使わないと俺は。いやでも観光する気がするけどな、なんだかんだ。僕はちなみにSIMカード買った方がいいんじゃないのって言ったら、うん、ツイッターとか LINE でだったら大丈夫でしょう。いやで、なめちゃダメ、ね、現代のデータ重いんで全部。本当にでもね、皆さんこれ重要なんで、ぜひめんどくさからず、そうとでも賢いよ。日本にいる間にアマゾンで買ってきたらしいからもう、はい、それがベストだね。次から絶対そうしよう。こっちで買うの本当にめんどくさいんだよね、マジで。そうなの。自販機とかでプッて買えるのがあったらいいんだけど、ヨーロッパはどうだったか分かんないけど、アメリカとかはその携帯屋さん行って身分証明書見して、なんか登録とかしてとかやんなきゃいけない、書類書いてみたいな。そうなんだ。結構めんどくさいんだよね。だからあれよ、コンタクトレンズ海外で買うの大変なのと同じ。日本で買ってきたらめっちゃ楽なのに、はい、海外で買うと結構めんどくさいことがあって、まあ、もしかしたら簡単にもう自販機とかで買って入れるだけみたいなのもあるかもしれないんだけど、国によるんだよね。でもプラハはどっちなんだろう。日本で開通してきた方が飲みすぎ。そう、日本で開通してきたらもう超セーフティー。なんか使い方も全部日本語で書いてあるし、結構海外でやるとそれがめんどくさいんだよね。ちょっと見てみる、空港にシムカードあるか。空港の高そうじゃない。でもわざわざ買いに行こうってなるんじゃない。ほんとそれ。だし買いに行くと手続きしなきゃいけない可能性めっちゃ上がるよ。あ、そうなの、うん、空港にあるやつが一番楽。え、簡単そうじゃない。この一番高いの買おう。コロナ、チェココロナっていくらなの結局。チェココロナいくらだっけ。1チェココロナはいくらなんでしょう。5円ぐらいです大体。5円。1300は6500円。結構しますね。だっけ。でもまあパケしすること考えたら絶対買った方がいいでしょ。間違いなく。パケット代あっという間に1万円いくから。間違いなくプラスだ。全部チェココです。全然わかんな。何何何何。ザミ。え、ウジェムテカルテ。全くわからん。あ、コンタクトレスカードペイメント、レギュラーカードペイメント欲しいですね。お、来た来た。お、これね、無理でしたって書いてある気がします。上の階行くじゃん。しょうがないから。上の階は俺と一緒なんだよ。いや、人がいるでさ。いいシャンプー。ここ、ここ、あ、あるある。こう、キャミゲタ、あ、スリパッド。トイネギが。オンリーです。で、ヨーロッパでは、ボーダフォンも結構多いんですけど、この O2 ってやつが多いのかな。じゃあ、このユーロ全部で使える。これ良さそう。30日間。20GB まで LTE が使える。刺しましょう。ちなみにこれ日本で買った方が多分3000円ぐらい安い。え、3000円で買えたのこれ。だって 20GB ですもんね。うん、3800円とかだったけど。皆さんこれ日本で買うのが賢いです。3520円。ヨーロッパで買ったらアホです。半額で買えます日本で。あとこの取った SIM カードなくすと、あの死ぬので気をつけてください。死ぬカードってことそう、死ぬカード。はい、もうSIMカードはロックされてます。出てきちゃったんだけど。あ、これか。これを削るっぽいね。削るって何するの。ピンコードが何解除。ピンコードでしょ。来た来た。ロック解除されました。これで使えてんのかな。お、使えた。え、早っ、使えた。え、終わり。はぁ、もう使えるんだけど。マジ入れるだけだこれ。楽楽楽楽フォンです。これ、これが噂の楽楽フォンではない。全然俺のより楽だ。え、なんか違うのかな、やり方。すごい。これ開通までに1日かかったんです。便利ですね。便利な世の中。あ、電話番号これだ。見つけました、私の電話番号。これです。それでもマジでこんなに簡単に買えるのであれば絶対に買った方がいいですね。そう、買ってよかったかな。そうですね、日本でやったら開通に1時間ぐらい、あ、1日かかったりしてちょっとめんどくさいけど、現地で買うと値段倍する代わりに入れるだけですぐ使えるっていう。いや、時代進化してるんだな。昔ってSIMカードもっと大変だった気がするわ。やっぱりこんな簡単じゃなかった絶対。どんどんボーダーレスになっていく。しかもこれユーロ全部で使えるんでしょ。最高じゃん。使える気がします。こんなん最初に買え